どうして冬はポカロンなの？すぐ暖かくなって長持ちするから。寒いからでしょ。わかりやすいね。品質で選ぶならポカロン。両チームとも投手が好投しました。宇田と安木、4回まで両チーム無得点でいきました。ロッテは5回ヒットで出たこの回先頭の5番の有藤が盗塁と外野フライで3塁に進みます。これで有藤が3塁に進みます。2アウトになりましたが、バッターはこのところ8番に下がっている落合。初球でした。レフト前ヒットとなって三塁ランナーの有藤がホームを踏んでロッテ1点を先取しました。5回の表です。リードされた日本ハム5回裏の攻撃は2アウトからトップの富田。2エンド1からです。安木の外角ストレートにバットを合わせてライトスタンドに6号ホームランを打ちました。1対1の同点としました。富田のホームランの後、2番の島田もこれはエラーですが送球がそれる間にすかさず2塁に進みました。今度は一打逆転のチャンスです。バッターは3番の柏原。いい当たりでしたが、水上のファインプレー。ここまで両チームに5つのファインプレーが出てゲームを引き締めました。ロッテは6回ワンアウトから広田、そしてこのリーがこれがヒットになってランナー3塁1塁です。ワンアウト3塁1塁、広田がよく走りました。バッターは4番のレオンです。ライト線、これがツーベースヒットとなって三塁ランナーの広田が生還してロッテ2対1とまたリードです。有藤が敬遠、なおも満塁のチャンスが続きます。6番の土井がレフトへホームラン性のファールを打ってカウント2エンド1となったところで、ここで日本ハムベンチは先発の宇田を諦めてリリーフに杉山を送りましたが、土井にフォアボールを与えて押し出し、さらに2アウトフルベースから8番の井上にもフォアボールを与えて、ロッテはこの回打者9人を送って4対1とリードしました。日本ハム6回の裏2アウトながらランナー3塁1塁のチャンス、高城です。これがセカンド強襲ヒット、三塁からソレイタがホームインして、日本ハムはこの回さらに1点を加えて4対3の1点差に詰め寄りました。1点を日本ハムは8回、先頭の5番ソレイタがセンター前にヒット。ここでロッテベンチは先発の安木に代えて連投の抑えの切り札倉持をマウンドに送ります。昨日阪急の笹本にホームランを浴びて引き分けに持ち込まれた倉持、ここは後続を立って1点差を守りきり、ロッテは4対3で逃げ切って倉持は14個目のセーブをマークしました。それではその他の試合です。西武の長打力がこの試合を決めました。西武は2回、スティーブのパシフィックリーグ22本目の満塁ホームランで先制、5回にもタイロンのスリーランホームランでダメ押し、外人2人の活躍で前半で試合を決めました。これで西武は首位に立ち、近鉄は3位です。松沼弟はこれ5勝2敗完投で勝っていますが、206球の文字通りの大奮闘でした。好調阪急打線が小刻みに得点を重ねました。3回は美濃田のタイムリー、5回はこのところ当たっている大橋のホームランです。試合時間が2時間3分、今シーズンパシフィックリーグの最短時間、セリーグは1時間台の試合がありますが、これはパシフィックリーグの最短時間で、松本は3年ぶり、松本幸綱の方ですね、3年ぶりのシャットアウトで4勝目です。これで阪急は引き分け1つを挟んで今シーズン初の5連勝、3位、5連敗の後の5連勝です。それでは順位の変わったパ・リーグをご覧ください。西武が11日ぶりにトップに立ちました。そしてロッ
ってその後阪急近鉄と並んでますが、どうでしょう、日本ハムまでの5位までがなんと 1.5 ゲーム差の中にいます。パシフィックリーグますます面白くなってきました。